ステージゲート VR シアターディファイルドに出演します加藤和樹です。いや実はですね、これから初日なんですよ松岡充さんとのですね初日でございます。この作品、本を読ませていただいて、すごく切ない気持ちにもなり、すごくこう今の時代にも通ずるものがあるなと感じました。僕はハリーとブライアン両方やらせていただきます。本当にそのどちらのこう立場からもですね、なんかそれぞれの信念みたいなものが感じられて、なんかこう時代が変わっても変わらないもの、変わって良くなるもの、なんか今後のなんかね、テーマに、自分の中のテーマにもなっていくのかなって、そんな作品になるように思います。ぜひね、これを多くの人に見ていただきたいと思います。というわけでディファイド VR 配信を楽しみにしていてください。